はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。キニアです。本日もですね、アークのサバイバルやっていきたいと思います。こちらのカルノ、今テームしている状態です。レベル2のカルノ、カルノサウルスなのかな。カルノタウルスですね。いや、先にちょっとこちらの図鑑を見てみましょうか。こういうなんかティラノサウルスチックな恐竜がいたんですね。気になるのが前腕のすっごい極端にこのちっちゃい感じ、これでよくバランス取れてましたね。なんか左側の戦闘とかすごいコミックチックで面白いですよね。この絵、右側もなんかすごいでっかいティラノサウルスに追われてますし、特徴としてはこの頭の2本頭の方なのかな。まあどちらにせよこの尻尾と後ろ足がすごく発達してる感じがしますよね。で、獰猛な牙ということなんですけれども、これ実際にこの、モデリングした動物見てみますと、この頭のこの平たさっていうんですか薄くないですか。厚みがほとんどない。なんか絵はすごいかっこよく見えたんですけど、こいつ実際に正面から見ると結構情けない感じします。さあ、じゃあですね、今日は前回テーム会だったんで、家の増築をメインにしていきたいと思っています。ちなみにですね、マンモスと後ろにいるんですけども、ステゴサウルスのスタイナーですね、テームしておきました。まあ、ステゴサウルスはですね、最終用ですね。テームベリー、スティムベリーとか、あとはナルコベリーとか、ああいうのを、まあ、集める効率が、こいつがいるとすごい段違いに上がるので。そしてこのパプア君、マモスのパプア君はこの大きな牙でですね、木材を木からたくさん採取してくれるんですね。なので、この木の家を作る上ではかなり重要な、動物になっております。さあ、ということでですね、こちら見てください。藁と繊維と木材、そしてこちらにも、こちらじゃない、こちらにも繊維がこんなに大量に集まっておりますですので、それらをですね作っていきたいなと思っております。それでは、アイテムは、預けられるだけ預けてですね、もう軽いすっからかんの状態にして、このぐらいでいいですかね。この辺はいいかな。で、カルノの状態を見つつ、ちょっと家の増築をしていきたいなと思います。
はい、このような感じになりました。完成なのかな。いや、完成ではないですね。まだですね、周りが結構スカスカになっちゃっていますので、スパイクウォールとか、あとは恐竜用の門をね、周りに敷き詰めて、ペットを守る感じにして、それから、まあ、そうですね、家具の配置とかは今後変わっていくと思いますので、まあ、一時的にはとりあえず完成ということにしましょうか。ここすごいなんか崩れそうだなすごい不安を駆り立てられるこの支えの薄さ。うん、ほらこの辺とかね、ほんと走らないと多分崩れちゃうんでしょうけど、いやさすがにゲームですからね、その辺は多めに見てくれてるみたいですね。結構ここになんかバルコニーとかつけようかなとか思っていたんですよ。せっかくね景観が綺麗なので、まあ思いついた時にまた増やしていこうとは思いますけれども、増築会ということで、まあ、本格的に、まあ、ちょっとスベン君邪魔だちょっと降りててもらって、増築会という名目で、まあ、動画としてこちらの第3拠点を作っていくのは今回で最後になるかもしれません。ちょっと確定はできないんですけれども、ちょっとすべんじゃねえや、ビックスくんだ、ビックスくん、ちょっとこっちに行ってくる。よし、はい、じゃあということでね、家具を一つなんか気になるものがあったので、こちら、ストーンファイアープレイスっていうのがあるんですね。おそらく、暖炉だと思うんですけれども、こちらがですね、まあ、和訳されてないので多分最近のアップデートで追加されたものだとは思うんで、こちらをですねちょっとつけていきたいなと思います。あと木のスパイクボールもね周りに張り巡らしていこうかなと思います。そうですね、まあ、暖炉ということなので屋内につけたいですね。おお、なるほどなるほど、これはもしかしてなんか煙突みたいに上突き抜けるのかな、ということはじゃあこの辺にしといた方がいいのかな。はい、おおすごい雰囲気出ますね。でここに薪をくべると、ちょっとくべてみましょう。おあったかそう、いいですねこれ。おお、煙突ついてますね。いや、いいですね。今回三角屋根にしてみたんですけれども、バッチリですね。ちょっとこれは行幸と言わざるを得ないという。今までね2拠点までは豆腐ハウスだったので、今回は三角屋根にしてあります。いいタイミングで煙突がつきましたね。ちょっとこれ煙突をちょっと観察、もうちょっと近くで観察したいな。よし、おーおわあ、メガネが曇りそうさすがにこの木の屋根は何だろう、空洞にはできない感じですね。貫いていないっていうか、あれこっからインベントリーアクセスできる面白いな。さあ、じゃああとは適当にね周りにスパイクボールを敷き詰めていきましょう。はい、このような感じでね、だいぶいびつですね。綺麗に作るの難しいんですよ。まっすぐにする指標がないので、自分の中ではまっすぐ敷いているつもりでもこうやって曲がっていっちゃうんですね。まあでも
隙間なくびっちり敷き詰められたとは思います。まあ最悪ちょっと穴があるかもしれないですけれども。でですね、大型のマンモスとかが、ドゥオン君はちょっとこちらにいてもらうしかないですね。またか何もしてないのに落ちるな。まあそのやっぱり大型の動物用の囲いがないとこの子たちはちょっと守りきれないので、まあでも普通に自己防衛本能というか、自衛能力がとても高いので彼ら2人がまあいれば大抵の肉食獣には勝てるんじゃないでしょうかね。ということで家の増築はこのぐらいにしておきましょうか。はい、じゃあですね、こちらの金床で作れる新しいクラフトの、家具なんですけれども、旋盤というものがあるんですね。素材と設計図を一緒に置くことで最高品質のアイテムを作ることができると。これを、立てることで、金床よりもさらに品質の良い、クラフトアイテムを作ることができるんですね。素材はメタルインゴットとセメント、八角をクリスタルオイルということなんですね。クリスタルなかったのでクリスタルは、取ってきました。あのメタルと同じようなところに、まあ、山の上ですねに生えていたので、メタルを取りに行くついでに、取ってきました。そしてですね、セメントと八角がね必要なんですね。こちらのセメントがですね、きちんと石が、まあ、大量に必要なので、そちらを取ってきたいなと思います。はい、ということで素材が揃いましたので、作っていきましょう。はい、できました。じゃあですね、これはでかいなでかい。ちょっとデヴィ夫人にはどいてもらって、この辺りに置きたいんですけどね。置けるかな。うん、一応置けますね。あーでもはみ出るな、だいぶはみ出るなこれ。じゃあとりあえずここに結構はみ出るな。まあ置きましょう。はい、おお、なんかすごい近代的な機械ができましたね。これで、あ、これで金属の鎧が作れるんですね。あとポリマーっていう、なんかすごく強くて軽い素材で熱処理を加えて変形させることにより、さまざまなものの外装にすることができるという、こういう素材もねできるんですね。黒曜石が今後必要になってくるみたいです。それじゃあとりあえずこの金属のガントレットですね、メタルインゴットと獣の皮ありますね、繊維ありますね。うん、じゃあちょっと金属のガントレットを作ってみましょうか。